聖書を拝読します。出エジプト記15章22節から25節までです。モーセはイスラエルを足の海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。彼らには水が見つからなかった。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそこはマラと呼ばれた。民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言った。モーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。25節までです。はい、ありがとうございました。道会長職務代行イスジンセン牧師が、あなた方への技を覚えていなければならない2回目のメッセージを取り次ぎます。シャローム聖歌大と西オーケストラの賛美と演奏ありがとうございました。創立28周年を迎えた西オーケストラの記念演奏ありがとうございました。おめでとうございます。大礼拝の時は甘い水をくださった日をなぜ覚えて記念すべきなのか、万民にとってモアの甘い水の意味と、その水をくださった日を起点として牧者を通してどれほど爆発的な神の力の御業が現れたのかについて伝えました。神様は3度の試練の後、神の力は以前と比べられないほど大きくすると約束されましたが、その御言葉通りにしてくださった一番目の証拠が甘い水でした。このように甘い水は試練の後いただいた祝福の発砲として、その意味が大きいです。それで夕方礼拝の時は、神様が甘い水をくださった過程と甘い水を通して現れた癒しの御業を伝えます。出エジプト記15章を読むと、マラの苦い水が甘くなった出来事があります。25節、モーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなったとあります。 BC1446年、モーセはイスラエルの民を導いてエジプトから出ました。それに参加した人数は、大人の男性が60万人、女性と老人、子どもたちを合わせるとほぼ200万人ぐらいでした。ところで多くのイスラエル民が荒野へ出ていた時、問題ができました。飲み水が見つからなかったのです。そうして3日経ちました。神様の恵みによって一つのオアシスを発見しました。しかしそこでの水を飲もうとしたら苦くて飲むことができなかったのです。するとイスラエルの民はモーセにつぶやき始めました。皆さん、こうしてはいけないのですね。党の災いによってエジプトから出て、アシの海を分けて乾いた地を渡ったのです。その後3日経ったのに、どうしてモーセにつぶやいたでしょうか。こうしてはいけないのですね。今まで行われた神の御業を覚えて信仰を見せなければならなかったのです。モーセにお願いしたらよかったのですね。モーセさん、神様に代わりに祈ってくださいと。自分の祈りでは答えをいただけないと思うから。でもモーセが祈れば神様が聞いて御業を表してくださったのを見たから、モーセにお願いして祈ってくださいと言ったらよかったのに、そうできなくてまたつぶやきました。モーセは主に叫びました。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れました。その結果、到底想像もつかないことが起きました。水は甘くなって飲めるようになったのです。とても驚くべき奇跡です。ここで皆さんが拍手をしてくださるのは、このような御業を私たちも体験しているからですね。
預言者モーセが神様に祈って答えをいただいたように、聖書にある御業が今万民教会で現れているのです。私たちはいろんな教訓を受けると思います。民たちは驚くべき神様の御業を見たのに、一瞬自分の利益に合わない時すぐつぶやいてしまう信仰のない姿を見るともどかしいですね。しかしモーセは民の責任者として代わりに神様に祈って、神様の御業が現れてとても幸いでした。そして民はその水を飲んで、また道を歩くことができたのです。驚くべき奇跡でした。それを教訓として、私たちはイスラエルの民のようにならないで、神様により頼んで神様の御業を見る人になりましょう。そしてモーセが神様の心にかなっていたから、このような出来事がありました。民たちは神様の前にふさわしくなかったのですが、モーセが祈ったら神様は憐れんでくださって答えてくださったのですね。ですから主のしもべの皆さんや働き人がこのようにモーセのように神様に愛される人になりましょう。そしてそのような同解助先生を立てて神の御業が現れてとても感謝ですね。心から感謝しましょう。そして答えをいただく原理を悟りますように。そうすると皆さんに幸いなことでしょう。今モーセの祈りを通して神様が苦いマラの水を飲める水に変えてくださった驚くべき聖書の出来事が私たちにも起こりました。3500年前神のしもべモーセを通して働いてくださった聖書の奇跡を神様がこの教会で同じように表してくださったのです。今から20年前、2000年3月、ムアンの塩辛い水を飲める水にしてくださいました。四面を海に囲まれたムアン万民教会は数年間飲み水の供給が難しくてとても困っていました。今は陸地と島が橋によってつながっていますね。今現在のムアンの様子を2部の時ご覧になると思います。そして4月からはムアンに訪問することができるようになります。今は橋があって島のように思われないかもしれませんが、資料画面もあります。島でした。地面を海に囲まれていました。ですから飲み水の供給が難しかったのです。また地下水を掘ったのですが、そこに海の水が混ざって飲めなかったのです。このような状況で担任牧師とその生徒たちはモーセを通してマラの苦い水を甘くしてくださった神様の力を信じて同解助先生に祈りをお願いしました。モア万民教会の先生と生徒の皆さん、信仰を見せてくださってとても感謝です。そのような信仰を見せたのは、その前万民の歴史を通して神の力を見て信じたからですね。そして同解助先生がおられて、このように神様が働いてくださいました。ムアンの生徒の皆さんは塩辛い水が飲める水になることを信じて祈りをお願いしました。そして同解助先生が祈ってくだされば塩辛い水が甘くなると信じますという歌を作って歌っていました。互いに挨拶する時も塩辛い水が甘くなった、苦い水が飲めるようになったとこのように告白しました。朝会うとおはようございますではなくて、羊さん、苦い水が甘い水になりましたと口で告白して挨拶したのです。それで同会長先生は大礼拝の時も伝えましたが、1998年と99年の試練の後、神様がこれは祝福の時間だと、これが終わるとさらに驚くべき神の力の次元へ導くと言われた言葉を握って祈っていました。その一時定めの祈りが終わってから
講壇で祈ってくださったのです。ムアンの万民教会の生徒の皆さんが祈りを依頼して信仰を見せる姿を見て心に働きかけられて講壇で祈ったのです。神様は時間と空間を超えてこの祈りに応えてくださいました。ムアン万民教会の塩辛い水が飲める水に変わったのです。道会所先生はソウルで講壇で祈ってくださいました。ムアンの生徒の皆さんがこのように信仰を見せています、答えてくださいとここで祈った時、時間と空間を超えてムアンの塩辛い水が飲める水に変わったのです。ハレルヤ。皆さん、私たちは深く考えてみましょう。ムアンの甘い水の御業はモーセを通して現れたマラの奇跡よりはるかに大きい神の力ある技でした。なぜでしょうか。マラでは溜まった水が変わりましたが、ムアンの水は地下の泉に流入される海の辛い水が今も絶えず浄化されて作られているからです。一時的で終わったのではなく今も続いています。そしてこの水はアメリカの FDA 食品医薬局で安全性と優秀性が認められて神の御業であることを裏付けられています。ヨハネ 11-40、 イエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私が言ったではありませんかとあるように、不可能である思いの枠を打ち砕いて信仰を見せたとき、神様は信仰通りに働いてくださいました。そしてそれで終わったのではありません。道会所先生はその水を信仰によって飲んだりつけたりする人は誰でも皮膚病も癒されていろんな御業が現れるようにしてくださいと祈りました。それが全国全世界に知られて数多くの人が来て神の栄光を見るようにしてくださいと祈りましたが、その通りになりました。驚くことにこの水を信仰によって飲んでつける人は視力が回復しいろんな病気が癒されたのです。それだけでなく死んだ木が生き返り心の願いに答えを受けるなど不思議で驚くべき奇跡が起きています。霊の目が開かれた人はモアンの甘い水に赤、青、白、黄金色など4段階の神の力の光があるのを見ました。モアン万民教会には韓国と海外から甘い水に込められた神の力を体験するために訪問する人の足がつきません。海外から来られるお客様も甘い水の泉を訪問して霊の目が開かれた方はいろんな光を見て御使いも見てまた甘い水に身を浸して癒される多くの証、皆さん覚えておられますね。このように神様が道会所先生の祈りを確かなものとしてくださっています。海外ではこの甘い水をとても慕っています。早く送ってくださいと待っています。小さいスプレーをとても大事に使っています。皆さんも尊く思って大事に使ってください。そしてこのように御業を表してくださった神様に感謝して栄光を返しましょう。どれほど偉大な神様の力ある技でしょうか。昨日も今日も変わらない神様の力です。それで聖書には生きておられる神様の御業が記されていて、それは今も信じる人には同じように神様が表してくださることを信じてください。信仰によって甘い水を飲んだりつけたりした人々の体験と証はとても多様です。そのうち紹介いくつかを紹介しましょう。視力が回復したエクドル・ミラン・メイヤ牧師です。ホンジュラスのクラマー祈祷院で働いている私はムアンの甘い水の泉を訪問したとき、それを目につければ視力が良くなると信じました。両目に3回つけたのですが、目から鱗のようなものが落ちて不思議なことに前がよく見えるようになりました。メガネなしには全然見えなかった小さい字がよく読めるようになったのです。とても喜んで10年間つけていたメガネをその場で捨てました。
皆さんも覚えておられると思います。よく見ていた場面ですね。幸せでご自分がそうされたのです。それだけではありません。この方には子供がいなかったのです。画面を見ると年を取っている方なのですが、その当時子供がなかったのですが、同介助先生に祈りを受けた後、息子を授かる祝福も受けたのです。2012年ホンジュラスに、その後ホンジュラスを訪問したことがありますが、その息子さんを紹介されたことがあります。はい、この子です。この牧師先生が韓国に来て祈りを受けた後、このように息子が生まれたのです。次は甘い水を通して緊急的な体調悪化から奥さんを救ったドイツのオヘネバ女性との証です。2008年5月、家内は体の状態が悪くなって呼吸困難を訴えました。状態はとても深刻でした。医師を呼んだのですが、30分が流れてもすぐ来られないという連絡がありました。家内は死にかけていて、目と顔が青白くなっていました。その瞬間、甘い水をふと思い出しました。私はホリゴッドテレビを通して万民教会をして、モアンの甘い水をもらって使って、皮膚疾患がきれいに癒された経験がありました。そしてもしものために少し残しておきましたが、それを思い出したのです。それで水をコップに注いで主の御名によって祈った後、家内に飲ませました。数分後、家内は深く眠って呼吸が正常に戻りました。次の朝、家内は体調がすっかり良くなって、今はとても健康です。またムアンの甘い水をつけて、小さかった自覚が育つ証もあります。小さかった自覚が育ったのです。浄水姉妹は生まれた時から右の耳の自覚が左より約7ミリメートルくらい小さかったのです。耳が育たなくて、髪の毛が落ちてきても耳にかけることができなかったのです。耳が小さいから、そうですね、自覚も小さいし、そのような状態でした。ところが信仰によって甘い水を飲んで耳につけたら、不思議なことに一日で自覚が育って、髪の毛を耳にかけることもできたし、その後1年半経ってからは耳がほぼ正常に育っていました。そしてとても不思議な証があります。信仰によって甘い水をつけた後、15年前、右腕に刺さったアクリルのかけらが出てきた生徒の証です。15年前、釜山にある電球製造工場で勤務していましたが、ある日作業中にミスで電球のアクリル破片が右の肩に深く刺さりました。多くの血を流して病院に運ばれていて、取り除く手術を受けましたが、その後ずっと右腕がズキズキして痛かったです。いつも気になっていましたが、ただ手術後遺症だと思って大したことでないと思いました。しかしある日から突然右腕がひどい痛みと一緒に腫れ上がって、仕事ができなかったのです。無安な甘い水を信仰によってつければ癒されるという証を聞いて、私もつけてみました。そうしたら、その痛みがあるところにだんだん海ができて、約1ヶ月後になったら溜まった海が破れたのです。その中に変なものが目について、それを取り出してみたら 2.1 センチのアクリルかけらでした。つまり15年前、事故の時刺さったものが完全に取り除かれていなかったのですね。病院の手術の時残っていたものだったのですが、
それを今回甘い水をつけた後、あまりにも痛くて甘い水をつけたのですが、その後産み始めて、その溜まった膿が破れて、そこからこのように取り出してみたらアクリルのかけらがあったのです。 2.1 センチだから大きいんですね。それが出てきて、それで神の力によってきれいにそれが取り除かれて癒されたのです。15年前の事故の時、完全に取り除かれていなかったそのアクリルの破片が完全に取り除くようになって癒されたのです。そしてアトピー皮膚炎によって苦しんでいる人が癒された証もたくさんあります。子どもの場合は本当に苦しいし辛いですね。痒くて、かくと汁とか血が出て、周りの人の視線を感じて、精神的にもとても苦しいです。世の医学ではこの治療のためには多くの時間と費用が必要です。また完治する場合はあまりありません。再発の可能性もあります。しかし生徒の皆さんは神様との間の壁を壊して信仰によって祈りを受けた時、とても速やかに癒されて、そして甘い水をつけてアトピーも癒されて、きれいな肌になったのですね。主にあって癒されれば、傷跡や合併症もないし、再発することもありません。どれほど感謝のことでしょうか。無安の甘い水を信仰によって飲んで肺がんが癒された方もいて、リウマチ、関節炎や火傷、帯状疱疹などが癒されるなど、いろんな多様な病気が癒されました。火傷をするとまずは熱気が問題ですね。その暑さをどうすることもできなくて、その暑さ、熱気が残っていて、深い皮膚も壊れたりするのですが、でも神様に癒しの祈りを受けて、そして甘い水をつけると、その熱気が下がるのです。そしてそれ以上傷跡が残らないようにきれいに癒してくださることもよくあります。そして現代病に帯状疱疹という病気がありますが、帯状疱疹の場合は腫れで皮膚をえぐるような激しい痛みがあるそうです。特に頭の方に菌が伝染すればとても危険だそうです。ところが甘い水や東海女先生の癒しの祈りを受けて癒された方がとてもたくさんいます。今回の癒しの集会の時も帯状疱疹が癒された方が証しをしました。そして金武山長老も甘い水をつけて帯状疱疹が癒されたのですね。このように神様は甘い水を通して驚くべき奇跡、そして神様の力を表してくださって、守ってくださるからどれほど感謝でしょうか。そしてある方は甘い水を信仰によってまぶたにつけたら二重まぶたになったし、脱毛が癒されて髪の毛が増えた方も結構います。この他に病気や事故による苦しみから癒された証は数え切れないほどです。今日一日伝えても全部伝えられないほど多くありますね。2部には祝賀公演もありますので、代表的ないくつかの癒しを紹介しましたが、私も考えてみました。甘い水を通して何を体験したのか、私に大きい証があります。肌がもっときれいになりました。子どもの時は乾燥性皮膚だったのです。皮膚病があったのではなかったのですが、冬になると乾燥して皮ができたりしました。角質ができたりしたんですね。乾燥している皮膚質だったのです。それで大きくなってお化粧をしてそれを隠したりしたのですが、甘い水ができた後からは甘い水をつけたら皮膚がとてもきれいになったのです。私は化粧品もあまり使わないのですが、夜寝る前には顔を洗ってから
化粧品をあまり使わなくても甘い水で十分です。このように神様が肌そのものを変えてくださったのです。皆さんにもいろいろな証があると思います。それを思い出して感謝しましょう。そして甘い水は人にだけではなく植物や毒物、いろんな機械にも驚くべき見業を起こします。甘い水に浸した種もみで農作業をしたら日照りの時もよく育ちました。乾いた土地ではなくて水を入れて種植えをしますが、でもその時期が終わったのですね。ですから種もみを甘い水に浸してそれを植えたらすくすく育ったのです。それで豊作になりました。そして農作業をする方々はこのように甘い水を使って豊作になる場合がよくあります。そしてその実もとても大きくて良い実としてなる祝福の証がたくさんあります。白菜の苗に甘い水をかけた後植えたら農薬を使わなくても普通の白菜より2倍にも大きいものを刈り取りました。これは事実ですね。甘い水を使ってこのような見業が起きました。ご年配の生徒さんがどうして偽りを言うでしょうか。証をするからといって私たちがインタビューするからといってお礼とかしません。私たちがカメラを持っていくとその生徒の皆さんがこう証しチームのためにいろいろ食事もしてくださるんですが、これだけではありません。1700匹の大量死相だったひよこが甘い水を飲ませたら生き返りました。伝染病があってひよこが死にかけていたのですが甘い水を飲ませたのですね。そうしたらすぐ元気になってこのように生き返ったのです。松の木に甘い水をスプレーしたら病虫害もなくよく育ったし、唐辛子もそうですし、植物農作物にいろいろ祝福を受けました。また故障した冷蔵庫や CD プレイヤーなどに甘い水をスプレーして制動的に動いたりしました。冬の場合もそうですけれども、ドアが故障して開けられなかったのですが甘い水をかけて開いた不思議な証もあります。これを忘れてはいけないのですね。神様がこの教会で働いてくださった御業です。どれほど不思議な御業でしょうか。今も信じて行えばこのような御業が起きるのです。それで私たちは思う存分明かししましょう。神様が共におられ、守ってくださる特別な空間の中にいるのです。しかし世はこれを知らないからとてももどかしいです。神様が生きておられるこのような御業を知らないからもどかしいですが、私たちがもっと起きて光を放って栄光を返しましょう。そして甘い水がさらに注目を浴びる理由は、この甘い水では淡水魚と海水魚が共存できるからです。少数の種類を除いては淡水魚が海水では生きられないし、海水魚も淡水では生きられません。これが科学的な常識です。生存要件の違いによってそうですね。ですから同じ水質で共存するということは難しいことです。ほぼ不可能です。ところで聖書を読むと、ノアの洪水の時淡水魚と海水魚が共存したことが分かります。道会女先生が教えてくださって私たちも悟ったのでないでしょうか。ノアの洪水で全ての魚が海の中に入ったのですね。空から降ったその雨によって全世界が覆われた時、淡水魚と海水魚が共存していたのです。このような特別な見業が今日にも思わぬ甘い水を通して同じように現れています。甘い水水族館にはコイ、フナ、コロソマなどの淡水魚とバタフライ、エンゼルなどの海水魚が一緒に
住んでいます。これはノアの洪水の時の状況を再現して、聖書が誠であることを立証できる良い事例です。最近は甘い水の水族館はオープンできない状態ですが、いずれにはオープンできて多くの人が驚くでしょう。でも皆さんはそこを見て体験して分かっているでしょう。その水族館の中で淡水魚と海水魚が一緒に遊んでいる姿を私たちは目で見ました。そして連動して甘い水について水族館を見せた時、聞いた時は信じなかった人は自分の目で見て、それを信じて教会に登録して今まで信仰生活をしている方もいるのです。ある80代の生徒さんが証しをしました。自分はこの甘い水の水族館を見て教会に登録したと。この甘い水は海外のマスコミを通して伝えられました。これはでち上げでもなく事実です。誰もが認めています。このように甘い水を通して癒しの御業も現れて、動物も植物も生き返ったし、そして豊かになって大きくなったのです。故障した機械も治ったし、水族館もあるし、何よりも聖書が誠であることを見せてくださって、私たちが霊の信仰、大きな信仰を持つようにしてくださいました。このようにしてくださった神様に全ての感謝と栄光を捧げます。結論です。愛する生徒の皆さん、今日紹介した甘い水による癒された証しなどをはじめ、全部紹介はできませんでしたが、数え切れないほどの証しを主を信じない人々に言うならどうでしょうか。それを信じるでしょうか。理解できるでしょうか。嘘だと言うでしょう。見せてあげても信じない人が多くいます。でも私たちは自分の目で見て体験したのですが、世の人は見ても認めない人がいるのです。もちろん心の良い人は心の戸を開いて受け入れるでしょうが、そうでない人は否定するかもしれません。しかしこの全ての御業は誠であり真実です。そしてとても聖書的です。霊の世界のことを全然知らないまま、人の思いだけでは理解できませんが、とても不思議で驚くべき奇跡は、聖書を基準にしてみればとても正常的なことです。神様の御業が現れることは当然のことです。しかし特別なことでもあります。ですからもっとこれに感謝して、心に刻んで神様に栄光を返したいと思います。霊の世界を知っていれば、このすべては理解できます。第1コリント 2-13-14、 この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は神の御霊に直することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができませんとあります。しかし万民の生徒の皆さんはこのすべての技を体験して信じているから幸いです。何か問題があっても、生きておられる神様を信じて癒されることを信じるから心配はありません。自分が直接体験しなかったとしても、他の方の証を聞いてもっと信仰を持つことができて、どれほど感謝でしょうか。詩編 9-1 に、私は心を尽くして主に感謝します、あなたの苦しい技を余すことなくから語り継げますと、ダビデが告白したように、神様が私たちへなさった技を覚えて伝えましょう。そして甘い水記念礼拝を捧げる今日だけではなく、いつも私たちのための神様の技を覚えて感謝しますように。いつも万民と共におられ、驚くべき印と不思議を持って支えてくださる神様に感謝して栄光を返しますように、メッセージを覚えて祈ります。感謝の祈りを熱くしましょう。また甘い水のところに行って、それを持ってきて使うことができるようになりますが、それによって神様に栄光を大いに
表すために捧げるために祈りましょう。その甘い水の泉を祝福してくださいと祈ります。父なる神様、感謝いたします。無安の甘い水をくださって20年が経ちました。そして無安の甘い水に現れる神の力は変わらずに今も現れています。心の願いに叶えてくださり、癒して祝福してくださって感謝いたします。今も神様の御業は現れています。この世の人々がこれを聞くようにしてくださり、信じるようにしてください。神様は生きておられるんだと認めるようにしてください。甘い水を通して大いに栄光を受けください。生徒の皆さんが信仰を持って行うとき、さらに驚くべき神の御業が現れて栄光を返すようにしてください。世の人々もこれによって伝えて、多くの人が伝道されるようにしてください。栄光をお受けください。感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された動画書先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや煩いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安心してください。実施の放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と姿勢で、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑骨の節々、全身の神経組織細胞など、具合の悪いところは皆、精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる、敵である悪魔スタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め。不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病と全ての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中風、関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものを物言いなさい。自己の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱よ下がれ、熱も下がれ。父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう。イエス・キリストの皆によって命じる、敵である悪魔スタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ下がれ、その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求めていられるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように。一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。精霊の炎の壁で、天の軍勢、御使いと主の燃える炎のような恩命で、すべての神の子供たちと家庭、職場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。
神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの道。